は、かつて、神奈川県横浜市中区伊勢崎町に所在し、ユニー株式会社が運営していたショッピングセンターである。立地的に、かなり古くからの歴史を有する店舗を建て替えて、再開店していた。横浜市の由緒ある繁華街、伊勢崎町商店街の中にあるショッピングセンターで、歩行者天国となるメインストリートに面していた。 駐車場を設置しておらず、近隣には大型スーパーマーケットが少ないこともあり、近隣の高齢者の利用が多く、食料品売り場を中心に比較的終日にわたって、賑わいを見せる店舗であった。店舗は建て替えられ、2015年7月1日にプレオープンし、同月3日にグランドオープンしていた。新店舗は鉄骨造り地上3階建て、食料品フロアは ユニー発の二層化店舗とし旧店舗費3割増しに拡大。外国人や単身世帯が多い証券客層に対応していた。2020年8月9日をもって閉店している。閉店後の跡地利用は未定となっているが、翌年早春から建物が解体されている。二千十五年七月時点9点の特筆すべき事項としてユニの前身、ホテヤによって、 1969年に継承回転された店舗であり、さらにその前身は1919 19年後副店として創業。戦後、百貨店に業態転換し、屋上にあった赤色の灯台を模した構築物から通称赤灯台と呼ばれた松木屋である。松木屋は1968年に百貨店から GMS に業態変更している。しかし、 スーパー経営のノウハウが少なく、近隣に同業他社の進出が噂されたため、競争力の行き詰まりを感じて、ノウハウ豊かなホテイアに株式を売却。松木屋は同社の子会社となり、同店のデベロッパーとして会社存続したが、1976年8月にユニーに吸収合併されている。松木屋からホテイア時代にかけて、 屋上には遊戯施設が設けられていた。建物は百貨店風の雰囲気を漂わせ、1957年からの建物を増改築していると見られており、建物の基幹部分は築50年を超えていた可能性がある。当然、建築基準法の耐震基準が強化以前の建物であり、老朽化が進んだことにより、2013年8月18日をもって閉店し、 翌年8月から建て替え店舗の建設に着手している。1964年の日活映画、月曜日の床の劇中でたびたびセリフに登場する、石東大は、松木や時代の同点である。2013年6月時点。ありがとうございます。